佐藤輝明選手とそして中野選手にお越しいただきました。ドラフト同期のお二人ですね。はい、普段から仲のいいお二人にお越しいただきました。ありがとうございます。どうぞお座りください。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、改めて、はい、どうぞ。いやもう本さんからどうぞ。いやいやもう笑いが止まらない。ね、うん、まずは日本一のじゃあお気持ち佐藤選手から伺いましょう。はい、まあ日本一になれて、はい、まあ、みんなのおかげで、はい、なれたと思ってます。はい、中野選手いかがでしょうか。そうですね、本当にまだ実感がないような状態ですけど、うん、はい、まあ、本当にホッとしてますし、うん、まあ、自分も他のみんなに助けられたなと、はい、思ってます。あ、そうですか。はい、佐藤さん、初めてのプロに入っての日本シリーズでしたけれども、7戦のこの緊張感というのは今終えたばかりですけど、どんな印象でしょうか。やっぱりシーズンとはまた違った緊張感でプレーしましたし、まあ、でも、もうすごい甲子園でも京セラでもすごい声援を送っていただけたんで、それで思い切ってプレーできました。普段のシーズンと何が一番違いましたか。やっぱでもやっぱ声援じゃないですかね。まあ、音量がこうもう一段階上というか、はい、すごい声援だったと思います。あのファイナルステージよりもやっぱり日本シーズンすごかったですか。はい、すごかったです。中野選手も初めての日本シリーズでしたけれども、はい、まあ、WBC も、ね、今年は経験されていますが、またちょっと違った緊張感だと思いますけれども、そういう意味ではどんな7試合でしたか。そうですね、まあ、いい緊張感の中で野球ができましたし、まあ、正直7戦目まで行きたくないなっていう、早めに決めたいなっていう気持ちはあったんですけど、はい、まあ、でも本当に最後まで、まあ、本当に楽しく野球もできましたし、まあ、いい思いを、はい、できたので、まあ、そこはいい締めくくりができたかなと思ってます。楽しく野球ができたって言えるのが素晴らしいですよね。でも中野選手はこの WBC の経験って多分絶対生きてますよね。世界で戦ったっていうのがね、やっぱり、はい、正直あれほどの緊張感はもうないのかなと思ってるので、あ、まあ、WBC はまた別やし、日本シリーズの緊張感はもう同じような感じになる。ここまで来たら負けれんっていう、まあ、そうですね、ここまで来たらもう負けれんやん、はい、もう勝って終わりたいっていう、はい、負けたくないって気持ちはありました。はいはい、お二人に伺いますけれども、はい、まあ、ご自身のプレーでもいいですが、日本シリーズ7戦の中で一番印象に残ったプレーって。佐藤さんちょっと難しそうな顔されたんで先に中野さんに伺います。まず中野さんから、はい、まあ、自分はあの送りバントを、はい、決めた場面で、あ、まあ、自分自身が第5戦ですか、あの、近本さんのタイムリーの後、はい、で後の森下選手、はい、その後に森下が打ってくれたというところが、ね、自分の中ではその後点が入ったので、まあ、価値のある、はい、バントだったかなと思ってます。そこですか。荒川さん、あのプレーは大きいですもんね。本当にこういい、しかもすぐ決めましたもんね、高野さんがね。ああいうところでバントを決めるって、ね、はい、簡単に見えるので、ね、かなりプレッシャーかかったと思うので、はい、あそこを決めれたっていうのは本当に大きなことだと思いますね。今年相当上位に入るぐらいのバントの緊張感でしたか。いや、一番緊張しましたね、シーズンのどのバントより、はい、緊張しました。そういう時に逆に緊張している中でああいういいバントができる、普段通りのプレーができるコツみたいなものって振り返ってみてあります。なんかもういい意味で割り切るというか、もう逆にあの絶対に決めないとっていう気持ちを持つよりは、まあ、多少、まあ、こう失敗しても後ろが何とかしてくれるかなっていう気持ちだったりとか、まあ、そういう気持ちを持ってたのが良かったかなと。逆の発想ですね、はい、では佐藤さん、何かこう印象に残ったプレーでございますか。いやー、まあ、でもあの通りですかね。来ました、第一戦の中野選手も今ニヤッとされましたが、はい、はい、まあ、そんぐらいしかないですね。いや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 、あれでもね、あの監督からも聞いたんですけど、うん、はい、あれはこのいい時に行けっていうサインだったっていうので、はい、そうですね、はい、初球からこうスタート切れたっていうのはどういう部分があったんですか。いやー、まあ、でも、出た瞬間にも初球行こうかなって決めたんで、はい、思い切ってスタートしましたね。一応、はい、あの牽制もあるんじゃないかなっていう、あ、まあ、それはもちろんありましたけど、まあ、でも、思い切ってスタートしようっていうのは、うん、もう、はい、まあ、そんなに別に警戒されてる方ではないんで、うん、まあ、もう早めに走ろうかなと思って、はい、あの時にスタンドやったけどね、何してんねんって
怪我せんでよかったなと。まずそれやったんや。そうですね。まずそれやった。もう怪我せんでよかったって絶対もうまず出んな。自分はそれやから。はい。でもまああれを盗塁というのは間違いなく日本シリーズのいい流れ、うん、そこから先制点につながっていきましたからね作ったと思いますけれども、うん、最後のゲームセットの瞬間お二人とも守ってらっしゃいましたが、ウィニングボール中野さんリーグ優勝の時と同じように飛んでこいと思いましたか。そうですね、あの取りに行きたいなと思ってたんですけど、はい、全然違うところにちょっと取りに行けなかったですね。さすがにあそこまで走らないあそこまではちょっと行けないですね、はい、なるほど。佐々さんサードフライ飛んでこいと。いやーまあそこまで全然考えてないです、はい、はい、でも当然ねバッティングの中ではご自身も悔しさはあったと思いますけれどもやっぱりホームラン打ちたかったという思いはあると思いますが逆にこの悔しさをじゃあ来シーズン以降まだまだ先が長い野球人生どのようにこの経験をつなげていきたいですか。まあ、やっぱ次は打ちたいですし、はい、今年のこの経験を生かしてまた頑張っていきたいなと思います、はい、例えばこういうビッグゲームにはこういう気持ちで挑むとかこういう技術を修正するとかなんかご自身の中でちょっとこういうことやってみようかなみたいなヒントは得られましたか。まあ、そうですね、はい、これから帰って反省して、はい、来年につなげたいと思います。なるほど、はい、いや反省せんでも良くなってる良、はい、くなりつつある順番にこう、はいはい、あの9月10月そう10、ね、月間 MVP でしたし、もうあの出なくてももう落ちますって、はい、なってますって言っていつも見てますから。そうですね、はい、頑張ります。ビールかけはどうでしたか。いやもう最高ですね、はい、楽しかったです。中野先輩にもちゃんといつもの感謝の気持ちは伝えられましたか。そうですね、はい、伝えられビールかけでですよ。あもう覚えてないですね。誰にかけたかっていうのあんま覚えてないですじゃあサンテレビの村上アナウンサーのインタビューでサンテレビ最高と佐伯投手と一緒に言ってくれたことは。それはめちゃくちゃ覚えてます。ありがとうございます、はい、中野選手、はい、この日本一の経験というのをじゃあまたね本当にフルイニング出場ですよね。レギュラーシーズンからずっと、うん、この経験をどのようにまたつなげていきましょうか。そうですね、あのこのフルイニングで出たっていうところを、まあ、来年にもつなげたいと思いますし、うん、まあ、今年だけって言われないように、うん、はい、ずっと試合に出続けたいなと思っているので、はい、まあ、まずは怪我なく、まあ、しっかりと終えられるような体を、まあ、しっかりとこの冬もう一回作り直して、まあ、来年にしっかりとつなげたいなと思います。そうですね、率直に佐藤さん明日からとりあえず何がしたいですか。いやーまあ、ちょっと休んで、まあ、侍ジャパンもあるんで、あ、そうですね、まあ、もう少し頑張って、はいはい、あとはゆっくり休みたいと思います。なるほど、はい、休んで何を一番してみたいですか休みの日。何を、うん、まあ、でも疲れを癒しにこう温泉行ったりとか、ね、いいですね、したいですね。なるほど、はい、中野さんもね本当に長い1年だったと思いますけど何をしてみたいってありますか。まあ、まずはしっかりとこう張り詰めた部分をしっかりと、はい、癒す部分に使って、まあ、ゆっくり寝るなり、まあ、あのちょっとゴルフ、はい、行くなり、まあ、そういったところに、はい、使おうかなと思ってます。なるほど、あのサンテレビのゴルフ大会もありますのでぜひご参加いただければ。それはちょっと、はい、考えていきます。はい、ぜひ後ほどこれが終わった後、はい、日程もお伝えしておきたい、 行きたいと思いますので、はいはい、ということで本当にもう夜遅くまでお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。佐藤輝明選手と中野選手でした。ありがとうございました。いや、いや、おいと。以上で終了。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。はい。いいオフになるわ。はい。ありがとうございました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 。